熊がすごい。熊がすごい。照明で飛ばさなくちゃ。はい。そんなことはどうでもいい。はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、私がサロンで使っているものの紹介と、あとは、ちょっとした、お役立ち情報です。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、では今日はこんな感じでやっていこうと思います。まずご紹介する一つ目はこれはお役立ち情報です。どういうお役立ち情報かっていうと、パーツ、まあスタッツとか細かいものネイルでよく使うと思うんですが、それを床にぶちまけてしまった時の集め方、ぶちまけた後の簡単に集める方法になります。はい、で必要なものは、今すごく流行ってるマグネットジェルに使うこれ、マグネット、これを用意します。だから、まあ、ちょっとマグネットのこの磁石ない方は、持ってるのかな、磁石って、私これ以外で私物で磁石って持ってないんですけど、まあ、ある方は磁石探してみてください。これを使います。まあ、これを使うって言ったらなんとなく何をするかわかるかと思うんですが、これね、ちょっと実際にやってみようと思います。だから今ちょっと下で準備してます。今回試しにやってみるスタッツは、とってもちっちゃいラウンドスタッツをやっていこうと思います。はい、はい、いつも通りに三脚を使いました。いつものねデザイン動画みたいに。じゃあこれ今ちょっとラウンドスタッツぶちまけました。ちょっと集合体苦手な方はごめんなさい。はい、でじゃあもう取ってこう。これマグネットもうわかるよね。これでほらなんか、あ、くっつくんだこのパーツってって思いません？なんかくっつかなさそうな私の勝手なイメージだったんですけど、ほら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 、掃除機みたい。はい、ほらちょっと見えます、ここにいるの。これね、裏返すと全部今くっついてるんですけど、もう隠そう。これさっき見たらちょっと集合体苦手な方はね本当に無理だと思った。私集合体別に苦手じゃないのに若干無理だったから写しませんけど、さっきまでここにね散らばってたスタッツたち全部、このマグネットにくっついております。これですごく簡単に集めれると思いませんか？思いませんか？自信なさげに。いやでもね、これはねすごい画期的、なんで思いつかなかったんだろうっていう集め方です。これはもうあとね、このちょっとまだ残ってるこのケースに戻していけばもう OK。 これうまくいくかな。ちょっと戻すときにね、なかなかちょっとぶちまけちゃうかもしれないけど、はい、これでね戻してあげてください。はい、これはもう以上です。こんな感じ、意外と思いつかなかった方法だったかなって思います。これお客様やってる時に気がついて、もう興奮してた。私は集めれるとかなって興奮してました。はいはい、これはねもうね戻します。こんな感じ。じゃあ一つ目のお役立ち情報は以上です。はい、続いて2つ目、これはね私がサロンで使ってる、まあ、ちょっとした道具になります。それはですね、こちら、これでも知ってる方は多分いるかと思うんですが、これはアームレストにつけるカバーです。多分エステサロンとかで使われる枕のカバーになります。で私サロンで使ってるのはこういうタイプのアームレストを2つ使ってます。こうやって並べて、これにねいつもつけてます。どうやってやるかっていうと、これ目隠しにして、これをピリピリってするとこうやって広がって、なんかシャンプーハットみたいなこういう感じになります。でこれをこのアームレストにこうつけます。ぴったりだったんですよね。もうぴったりすぎてめっちゃ嬉しかった、これ買った時。はい、こうします。で、なんでこれをカバーを買ったかっていうと、これはね、お客様ごとに取り替えるんですけど、このアームレストがなんか、まあ、フェイクレザーなんですけど、やっぱここに腕を置くとペタペタくっついちゃって、お客様がね、ちょっとこう、ネイルしづらい感じだったので、
今までその上に布を置いてたんですけど、やっぱねこのカバーの方が見た目もいいし衛生的だしっていうことで、このカバーをこれね買いました。どこで買ったかのはどこで買ったかっていうのは概要欄に載せておきます。はい、これねたくさん入ってて結構使えるからいいですよ。まあ、もちろんねお客様ごとに交換して、このアームレスト自体も消毒して次のお客様に使うようにしてます。裏はこんな感じ、こうやってクッてなって、結構こう伸縮性があるので、この形じゃないのもこのぐらい伸びるから意外と細長いアームレストとかもいけるかもしれないですね。ちょっとそれは試してないのでわからないんですけど、ぜひこれもね皆さんに使っていただきたい。とってもいいよねこれ。はい、これ2つ目。次は、こういうちっちゃいものじゃないんですけど、私が使ってるフットで使用するライト、ちょっとね移動しますよ。場所がね、フットのライトになるのでちょっと移動します。はい、じゃあちょっとこっちに移動してきましたが、私のサロンはフットをちょっと移動して窓側の席でやっております。で、今回次3つ目のご紹介するものはこれ、ポンポン、これこのライトついてる、はい、ライト、これはIKEA で購入しました。横から見るとこんな感じで、こうやってここまでかな、ここまで動かせる、こうやって動かせるライトになります。で、ここ自体はこういう風には動かせないんですけど、まあここがこうやって動くタイプです。で、スイッチはここにカチッとするところがあります。で、つく点灯します。で、下の部分、これちょっと今動画だと半分しか映ってないので、下の部分だと言うと、映った。こんな感じの丸い円盤、こんな感じの丸い円盤になってて、とてもシンプルな形ですよね、これ。で、シルバーだし、結構どんな部屋にも馴染みやすいのかな。で、IKEA に売ってるランプの中で、そんなに大きくない方で、まあ、色とか形が結構私、こんな感じが好きだったので、このライトを購入しました。実際使うときは、この辺で、これが、施術のソファーなんですけど、こうやってね、リモコンで自動で足元が上がるようになってます。で、こうやって実際に上げて、この小さい椅子に私は座って、ここにお客様に足を置いてもらって、ネイルをします。で、その時に、ここの位置の真上に、うちのサロンは電気がちょっとなくて、昼間は良かったんですけど、夜がちょっとね、光が足りないことがあったので、ここを照らすためにね、このライトを買いました。はい。点灯。はい。今ちょっとソファーが白いので白飛びしちゃってるかもしれないんですけど、まぁ、ちょっと実際施術するときこの距離ではちょっと当てないですね。この距離はちょっと明るすぎちゃうので、ちょっと画面から見えなくなるけど、上の方から当てていきます。あまりがっつり当てちゃうと明るすぎてもやりづらいですからね。はい、じゃこんな感じでここを照らして施術をいつもしてます。はい、こんな感じです。まあこんな感じで3つ目の道具の紹介です。ちょっと簡単になっちゃいましたけど、今回お役立ちパーツを落とした時の拾う方法と、あとはアームレストのカバー、あとはライト、このちょっと今映ってないけど、この子 IKEA で購入したこの子の紹介。あ、待って、ちょっと今気づいた。こうやって動くね。こうはいかないけど、こうは動くようです。今気づいた。はい。恥ずかしい。ここはこうやって動くのと、こう左右に触れる。これいいですね。左右に触れるの。こんな感じで本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしいいなと思ったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。